東京都庭園美術館。東京都庭園美術館は、東京都港区白金台にある、都立美術館である、旧朝香宮邸とも呼ばれる。武蔵野の面影を残す、国立自然教育園に隣接した道館の敷地、及び建物は、高順工房のおじにあたる朝香宮鳩飛行が、パリ留学後2年をかけて建設し、 1947年の鉱石離脱まで暮らした邸宅だった。この土地は八金五領地と呼ばれ、近世には高松藩松平家の下屋敷があった。明治期には陸軍の火薬庫が一時置かれ、後に皇室財産となっている。宮邸は朝香宮一家が退去した後、吉田茂によって外務大臣皇帝。ただし、 外相は総理の吉田が兼務していたので、実質的には総理大臣管理工程として1947年から1950年にかけて使用された。1950年には西武鉄道に700万円で払い下げられ、1955年4月に八金プリンス迎賓館として開業し、国賓、公賓来日の際の迎賓館として1974年まで使用された。 1971年にホテル建設計画が発表されたが反対運動が起こり、1974年5月からプリンスホテルの本社として使用された後、1981年12月に139億円で東京都に売却され、1983年昭和58年に鳥立美術館の一つとして一般公開される。 2011年より改修工事のため長期休館を経てリニューアルし、2014年11月22日より一部再開。2018年3月21日、西洋庭園やレストランも含めて全面開館した。旧朝の宮邸である、鉄筋コンクリート造り2階建て、一部3階建て、地下1階で1929年、昭和4年頃から、 建築準備に取り掛かり1933年、昭和8年5月に完成。外観は玄関ポーチの狛犬以外ほとんど装飾が見られないが、内装には当時流行のアールデコ様式の域を尽くした商社な建物である。アールデコ様式の個人住宅は世界中に存在するが、旧朝霞の宮邸はその中でも質が高く、保全状態が良い。1993年に、 東京都の有形文化財に指定され、2015年に国の重要文化財に指定された。建築設計は、宮内省匠寮、担当技師は、近藤陽吉であるが、主要な室の内装基本設計は、フランスのインテリアデザイナー、アンディ・ラパンが担当している。また、正面玄関にある、女神像のガラスレリーフや大客室のシャンデリアなどは、 フランスの宝飾デザイナーでガラス工芸家でもあったルネ・ラリックの作品である。軍事研究のため欧州に留学していた朝香宮鳩飛行は1923年パリ郊外で自動車事故にあって重傷を負った。看病のため地下子費が急遽と不通し、夫妻はフランスに長期滞在を余儀なくされた。そうした中、夫妻は1925年に パリ万国博覧会、通称アールデコ博覧会を見学し、前述のラパンやラリックの作品に接して感銘を受けた。このことが帰国後に夫妻がアールデコの館と称される、この邸宅を建てるきっかけとなった。19世紀末から20世紀初頭にかけて、欧州で流行したアール・ヌーボー様式、有機的形態と曲線文を特色とするに対し、 大量生産と工業化の時代に対応した従来の伝統にとらわれない新しいデザインを目指したものがアールデコであった。朝香の宮廷では壁面のデザイン、照明器具、扉を装飾するエッチングガラス、ラジエーターのグリルなど至るところにアールデコのデザインが見られる。なお、地下古比は宮廷春工後、半年足らずの1933年11月に 高いしている。1階には玄関、大広間、自室、次の間、焼却室、大客室、大食堂などの接客用スペースが廃され、2階は、殿下書斎殿下今、殿下寝室、非殿下今、非殿下寝室、姫宮今、姫宮寝室、若宮今、若宮寝室、若宮号の間、北の間など、三宅の支室が廃されている。 屋上の一部には3階を設け、ウィンターガーデン、温室がある。通常の展示では、建物全体の半分ほどが展示室として公開されている。ラパンが基本設計を担当したのは1階の大広間、自室、焼却室、大客室、大食堂、2階の電化書斎、電解間の計7室である。近代日本の上層階級、三宅、旧藩主、政治家、 実業家などの邸宅は、同じ敷地に洋館と和館を建て、前者を表向きの接客空間、後者を内向きの日常生活空間と使い分ける例が多かった。一方、昭和初期に建てられたこの浅香の宮邸は、同じ建物の中で1階を接客空間、2階を日常生活空間としている点、支出もすべて洋間としている点が特色である。 ラパンの基本設計になるお広間は壁面にウォールナット材を用いた重厚なインテリアであるが天井の照明は直線と円を組み合わせた幾何学的なデザインのものであるこの照明は各天井風の枠で天井を40の区画に区切りそれぞれの区画に半球形のくぼみを設けそこに白熱灯を取り付けたものであるその隣の大客室は壁画扉パネル シャンデリアなど様々な部分にフランスのアーティストの作品が使用されている。浅の宮邸の装飾を担当したアーティストとその作品は以下の通りある。これらの作品はフランスから回路日本へ運ばれたものであった。1963年昭和38年に迎賓館として鉄筋コンクリート作り4階建ての新館が建設され2008年まで 講演会やコンサートなどに使用されていた。2009年に耐震診断を行った際に耐震性に問題があると指摘されたため閉鎖された。本館改修工事に合わせて2012年1月より解体され新たに鉄骨造り2階建ての管理棟が建設された。改修工事前に本館1階にあった美術館事務所は管理棟2階へ移転し、 本館の公開スペースが拡大された。かつての新館には当美術館開館前の1983年9月より東京都歴史文化財団が事務所を置いていが2009年に江戸東京博物館内へ移転している。日本庭園内に茶室、高架がある。木造川ラブキ平屋建てで1938年、昭和13年完成。他に倉庫と自動車庫があるが、それらは 本館と同時に建設された。庭園は、芝生広場、日本庭園、西洋庭園の3つのエリアで構成されており、季節ごとに様々な花を楽しむことができる。本館等の施設に入館せず、庭園のみの入場も可能である。1964年6月1日に、マーブルプールという名称の大理石で作られた、円形のプールが庭園に作られ一般向けに、 有料で公開され、ハッキンプリンス迎賓館が営業を停止されるまで使用された。その後、プールは埋め立てられたが、プールの縁の大理石は残されている。朝香の宮家由来の建物と家具や内部装飾そのものが芸術品であるため、美術館と銘打ってはいるものの所蔵品による常設展示はなく、作品収集自体を行っていない。 企画展示が年に5から6回行われている。また、年に一度の建物公開の時は館内撮影も可能。日時、期間は年によって変動。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。